第26話、復活の者安彦義和さんだが、頑張りすぎなシーンについて、岡田敏夫先生が話されています。これ安彦さんというかね、作画監督たちも頑張りすぎですよね。あの、バルカンが効かないぞってアムロが驚くシーンなんですけれども、目の前にあるのは標準モニターですで。この照準モニターを跳ねのけるシーンなんですけど、よく見ると、1カット目ですね。手の甲で、 照準モニターを当ててます。つまり、手の甲をこみにやってるんですね。こうやってで、目の前にあるモニターをこう払うんですけども、3コマ目で手首を返してるんですね。1コマ目手の甲、手の甲、3コマ目手首を返して手のひらで4コマ目向こうに押し出してるんですね。こう、こう、こうやって押し出しながらここで手首返してこうグッとやるっていうふうな表現するんですけども、 まああの、作画としてもですね、すごくうまいです。えー、まああの、で、この時にですね、アムロが一切、一切ですね、このゴックから目線を外さない。このアムロの慣れた動きっていうのが強調されるわけですね。アムロが一切敵から目を離さないまま、これを手首の回しをやることで、アムロが戦闘に慣れてるっていうふうなことがわかるわけです。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。